はい、こんにちは。今日からちょっとまたシリーズものをやりますので、それは何かと言いますと、あの西遊記の、玄奘というですね、お坊さんがですね、あのインドまで経典を取りに行くっていう話で、まあ西遊記っていうのはありますけどね。あれはいつの時代なのかな、隋とか唐の時代ですかね。あ、もうちょっと前かな。その頃に、まあその陸路ですね、インドまで行ったんですよ。で、あの、まあ、一応ここが西安ですね。あの、昔、中国ね、あの、唐とか隋の頃は、まあ今でこそ、あの、中国ってこの北京ね、ここ。北京ってあの、北の方の、海沿いの方の首都なんですけど、あの古代の中国の国家というのはこの黄河を遡ったですね、洛陽とか西安が大体中心地だったんですよ。で、まあこっからずっとですね、その西域の方を目指していくんですけど、まあ今日はあのここ蘭州ですね、あの一回ですね、以前に西安からですね、ずっと西域の方を飛んでいったことがあって、途中でやめたんですけど、まあそれもあったんでちょっと被るといけないなと思って、今日はあの一応この蘭州っていうのが、まあどういう県、都道府県、日本でいう何に相当するのか、市になるのか分かんないんですけど、蘭州っていう町からですね飛んでいきたいと思います。まあちょっと西安より西にあるんですけど、でそこからですね、このまあこれあの三蔵法師が辿った道とほぼ一緒なんですけど、まあここの酒泉という酒の泉と書いてですね、酒泉というところがあって、まあこれこの辺って全部ね、多分甘粛省だと思うんですね。で酒泉まで行って今日、まあそれでもちょっと330海里あって結構長いんですけど、で酒泉からですね、あの敦煌っていうのが甘粛省のどんつきにあるんですよ。で敦煌まで行って、で今度あの ここにこれが見えてるのがタクラマカン砂漠っていう、タリム盆地とも言うんですけど、でその上に天山山脈っていうのが、天山ですね、天山山脈っていうのがあって、まあ天山北道、天山南道っていうのがあるんですけど、でまあ、それの天山南道を通ってですね、最終的にはカシュガルっていう、カシュガルっていうところがあるんですけど、まあタクラマカン砂漠ですね、これがタクラマカン砂漠で、天山南道っていうのがこの辺に通ってて、で最終的にこの辺にですね、どこだろう、フェルガナとかあるんだ。この辺にね、カシュガルっていうのが、これですね、ここにカシュガルっていうのがあるんで、まあ、このカシュガルまで目指していこうっていうね。このカシュガルまで行きますと、まああとはですね、もうちょっと西の方に行くとサマルカンドに行きますし、あるいは南の方に降りていくと、まあこういうイスラマバードとかですね、このヒマラヤを南の方に、ヒマラヤの南をずっと行くわけですよね。でね、最後三蔵法師はね、どこまで行ったんだっけ、ナーランダ学院だったかな。まあそういうお坊さんのいる仏教の町ですよね、まで行ったんですけど、まあカシュガルまで行ってから、どうするかはちょっと考えたいと思います。とりあえずカシュガルを目指し、今日は蘭州から、どこだっけ、もっと北か、今日は蘭州からこの酒泉まで行って、で酒泉から敦煌ですね。敦煌ってね、多分ちょっとね、敦煌
あ、これかな、トゥンファン。このトゥンファンっていうのがちょっと中国の発音で言うと分かんないんですけど、トゥンファン。あ、これトンコか。そうですね、これトンコですね。まあここまで次回行って、まあちょっと近いけどね。それで今度タクラマカン砂漠の北にある天山南道っていうのを通って、そこにね、クチャとかね、トゥルファンとか、交渉って書いてトゥルファンだよね確か。クチャとか書いてですね。でさっきフェルガナっていうのがあったの。フェルガナってあの大燕国、フェルガナってね、そういう国があったと思いますよ、あの古代のね、そういう聖域の、うん。でまあシルクロードですよね、これがシルクロードです。そうですね、うん、トゥルファン、トゥルファンのあたりにあの西遊記でおなじみの火炎山っていうね、火炎山に確か羅刹城っていうのが住んでいて、それを倒さないと火炎山を越えられないとかね。まあ要は気温がすっごい高いのかな、うん。でまあなんとなくね、ここのここがタクラマカン砂漠なんだけど、ね、この蘭州、このスタート地点のある蘭州のちょっと北のこの辺の砂漠はね、ゴビ砂漠っていうんですね、うん。ゴビ砂漠を越えたらモンゴルですね、うん。内モンゴル自治区なのかな、モンゴルか内モンゴルかちょっとわからないですけど、内モンゴルになるのかな、まだゴビのあたりは内モンゴルで、もうちょっと行ったらモンゴルになるのかな。これバイカル湖ですね。まあですね、こういうちょっとロマンのあるシルクロードっていう、よくわからないですよね、どうなってるのかよくわからないっていうのは面白いですよね、やっぱり。あれね、さっきその敦煌からカシュガルとかサマルカンドまでなんでそんな遠回りしてんだ、要は西安からだったら南の方に行って、であのビルマを経由してインドに入ったらすぐなのに、まあ僕もねそれは思いましたね、なんでそんな遠回りしていくんだっていう、あのね、西安から南に行って、あの昆明のあたりからビルマに入ってですね、あの行くのが最短距離なんですよ、それ思いましたよ私も。あの昔ねファミコンでね西遊記のゲームがあったんですね、スーパーモンキー大冒険っていう、私それやってよく覚えてるんですけどね、あれ裏技でね、東南アジアの方から行く裏技があるんですけどこんな話分かる人いるかな、うん。まあそういう普通に地図を見たらですね、おかしいなって分かるんですね。東南アジアから行ったら絶対近いんだけど、でもまあ分かんないですよ、その当時はその辺の、東南アジアの方の国と中国が仲が悪くて通れなかったのかもしれませんしね、まあその辺はちょっとわからないんですけど、
東南アジアってね、東南アジアの歴史ってややこしいんですよね。あの各地域が結構あれ独立してるんでね。あのベトナムはベトナムで独立してるしね。今蘭州を飛び立ちましたね。まあ何かいかにも中国っぽい建物というか、ロシアっぽい建物というか見えますけどね。まあこういう感じで何かこう盆地的なような道、まあ谷というかですね、まあこういう川沿いの低地っていうのがあって、まあちょっと両脇に山があるみたいな感じ。まあこれシルクロードですね。でまああの西安とか蘭州を西に行くと、もうこういうふうにまあ、細いこう谷が続いているんでしょうかね。でもちろんあの南に行くとチベットの方に行きますし、北の方に行くとゴビ砂漠とかですね、あのモンゴルの方になるんで何にもないんですよ。だからその細い谷みたいなところをずっと行って敦煌まで行くんですね、まずはね。で敦煌まで行くと今度タクラマカン砂漠になるんで、まあそれはタクラマカンの南に行く道もあるんですけど、タクラマカンの北と北にまあテンシャン山脈っていうのがあるんで、そことタクラマカンの間を、まあ、テンシャン南道っていうんですけど、そこを通っていくと、こうトゥルファンとかクチャっていうの通りながら最終的にはカシュガルっていうところを目指すわけですね。まあね、この映像はね、高校時代にその世界史の受験勉強とかをしてた時に見たかったですね。ああこんな感じなんだ。まあ当時はそんなゲームなんて当然ないですからね。パソコンすらあるかないかみたいな、まああったですけど、そんな性能が良くないんでね。300回ですからね、ちょっと結構時間かかりますね。1時間半ぐらい。まあそしてまたロシア戦争のことをね、またちょっといろいろ考えていきましたんで語っていきたいと思います。川沿いにね結構集落がありますね。いやこの辺をね、だからお釈迦様じゃなくて、三蔵法師が通ったんですよね。まあ孫悟空とかは作り話ですけど、まあそういうお供の人は当然いたわけですよね。何かね、西遊記っていうとあの地図だけで見るとものすごく過酷な旅っていうふうに思えますけどね、こうやって地形を見るとね、まあ案外のどかないい旅だったんじゃないかな、そんな感じもしますよね。こうやって川もあるし、水もありますしね、いい旅ですよね。で各地でやっぱり
まあ、お坊さんだから、まあ、歓迎もされますでしょうからね、ありがたやみたいな感じで歓迎されるでしょうから、まあいい旅なんじゃないかなという気もしますけどね。なんかイメージだけで言うと、あのめちゃくちゃ気温が暑い中を水もろくにない状態で喉カラカラで、いろいろな盗賊とかに悩まされながらみたいなイメージはありますけどね。実際のところどうだったのかっていうのはちょっとわかんないですよね。まあこの辺なんかはね結構開けてますよね。これ何市なのかちょっとわかんないですけど、上巻まあそれでね、ちょっと今日考えていたのは、まあその株がいまいち伸び悩んでるのは金利が高いからですよね。10年債の利回り、アメリカの10年債利回りがものすごく今高くなって、今 3.12% ぐらいまで上がってきました。で、金利が高くなると株を売って債券を買った方が得だっていう判断が働きますんで、まあ、株はやっぱり低くなる。特にグロース株、ハイテク株、半導体株なんかが売られるわけです。アマゾンとかアップルとかもね、マイクロソフトも売られる。それは国債の利回りが高いんだから、そっちの方がそもそも絶対デフォルトしませんからね。 3% というのは確実に毎年もらえるんで、そんないい話はないんですよ。それは100万円ぐらいの運用では分かりませんけど、100億1000億って運用してる人からすれば毎年確実に 3% もらえるんですよ。それっていいじゃんって話になるんですよ。だって株っていうのはそもそも倒産して紙くずになるかもしれないんだから、その一方債券というのは国が潰れない以上はもう絶対に払われるわけですね。ということは国債が 3% の場合、株は 6% ぐらいもらわないと割に合わないですよ、はっきり言って。だって紙くずになる可能性あるんだから。そうでしょ。株の利回り、まあ、利回りっていうのをその最終利益で測るのか配当で測るのかはさておき、まあ、一般的にはその最終利益で測りますよね、まあ、いわゆる EPS です。一株当たりの最終利益と株価の関係を何対何になるのかっていうのがバリエーションですよね、まあ、それは15倍になる、だいたい平均的には15倍ぐらいになるんですけど、でその国債が 3% もらえるんだったら株価っていうのはいつ紙くずになるかわからないんだからね、 6% とか 7% とかもらわないとやってられないですよ。そうですよね。これをリスクプレミアムっていうわけですね。リスクがあるものに対してはプレミアムをかけましょう。例えばそのリーマンショックの時に問題になったあのサブプライム層っていう、まあ、いわゆる年収の低い人たちに対してはあの年収の高い人たちよりも利率を上げないと割に合わないよと。だって踏み倒される恐れがありますからね。でそれをリスクプレミアムっていうんですね。で、アメリカ国債の倍とか3倍もらわないと株買うんだったらやってられませんよっていうのがその理屈なんですよ。でしかも国いわゆるそのアマゾンとかアップルっていうのは利回りが低いんですよね。要は株価がものすごく高いところまで買われているということは、EPS に比べてバリエーションがものすごく倍率が高く買われているわけであって、つまり利回りが低いわけですね。利回りって言ってるのは株価分の EPS ですよ。株価分の EPS が、まあ、つまりバリエーションの逆数ですよね。株価分の EPS がものすごく小さくなるんです、グロース株っていうのはね。だから特に売られやすくなるわけです。一般的に株の方がリスクプレミアムが乗って倍率が上がるんですね。
ということで、まあ説明が長くなりましたけど、あ、実際これね、今飛んでるところは、実際はこのね、川沿いに、三蔵法師はね、この川沿いに行ったんだと思います。じゃあ川沿いに行きましょうか。方向はそっちなんだけど、こっちの方は行かないと思う。こんな砂漠はお釈迦様じゃなくて、玄奘は行かないと思うんで、ちょっとこっちから行きますね。ちょっと遠回りになるかもしれないけど。で、あ、そうか、こっちの川もある。ちょっと川が分岐するからね、ややこしいね、これ。で、その、まあ、要は金利が高くなるから、株は売られるんですよ。まあ、ここまでは話しました。だから金利が安くなってくれないと困るんですけど、でなんで高くなってるんですかって言ったら、当然これはインフレが進んでるからですね。インフレが進んでるから FRB がまず一つは政策金利って言って、まあ、短期金利を上げていきました。今 2.5% まで上がってますけど、であとはその量的引き締めって言って、国債を売るんですよね。 FRB が保有している国債とか住宅ローン証券とかをマーケットで売るんですね。そうすると紙幣が回収できるじゃないですか。回収できた紙幣というのは燃やすんです。もういらないですからね。回収できた紙幣は燃やします。まあ、この辺よく分かってない人多いんですけど、まあ、燃やすとか、あと再利用に回したりするわけですね。で、まあそういうふうに市中のお金を吸い取るわけですね。で、吸い取ると、今度、お金が当然量が減るってことは、お金の価値が上がりますよね。お金の量が市中に少なくなってるわけだから、それを借りようと思ったら高い金利を払わないと借りれなくなるっていうのが、まあ一般的にはそうですから。で、あとはその FRB が国債を買おうとしますから、国債の国債の価格が上がる、引き締めで国債の価格が上がる、上がると金利が下がる。あれ？なんか変だな。政策金利を上げる、物価が高いからインフレを抑えようとします。物価が高くなってるからね、家賃の値段がね、去年より 5% 上がりましたとか、小麦の値段が 7% 上がってますとかっていう風になってるので、金利を上げてきますね。なんで金利を上げてくるかっていうと、例えば住宅ローンの金利が上がったら、物が住宅が売れなくなりますね。そうすると売れない場合は住宅の価格を値引きしますよね。まあそういう形で物の値段が下がっていくんですよ。だから政策金利を上げたり長期金利を上げたりすることで、物の値段というのはまあ下がっていくわけです。理論上はですよ。みんなローンを組まなくなるから。そしたら営業マンはみんな買わなくなったら、当然値段を落としたら買うだろうと思って値段を落とすわけですね。だからインフレが修正されるわけですけどね。で、まあそうやって政策金利を上げていく。
あとは金融引き締めで国債を買うわけですね。国債を買うと、国債の値段が上がっていくから金利は下がるんだけど、だけど一方で、国債買うんじゃない、だから間違えてたんだ、国債買うんじゃない、国債売るんだよ。そうそう、なんか変だなと思ったね。FRB が持っている国債を売るんですよ。そしたら、マーケットからお金が回収できるよね。そのお金は燃やすんですよ、さっき言ったように。ここがちょっと間違ってたんだ。そうそう、 QT っていうクオンティティタイトニング、量的引き締めっていうのは FRB が持っている国債とか住宅ローン証券をマーケットに売るんですね。そうすると対価としてマーケットからお金を吸い取れるわけです。で、国債を売るってことは国債が価格が下がるわけですからね。そういうことで金利が上がるわけですね。これですっきりしましたね。で、そういうふうにして金利を上げることによって、物価を下げようとするわけですね。要は強制的にみんなが物を買いたい、物を買いたいっていうのを金利を上げることによって抑え込んでしまうんです。で、そうすると営業マンは車の値段を安くしますし、家の値段を値引きしますよね。だからインフレが収まっていくっていうのがセオリーなんですけど、でもこうやって金利が上がるから株価が下がるわけですね。さっき言った理屈で絶対に利回り 3% 払ってくれますからね、アメリカ政府は。それに対してアマゾンの株っていうのはいつ紙くずになるか分かりませんから、そんなものにバンバン買うわけにはいかないということで株価が下がっていくわけですね。だけどこの悪循環を、要は物価が高いから金利が上がるんですね。 FRB が上げるわけですね。だからダウが下がるんですけど、物価を下げていくしかないですね。あとは物価を下げたら金利も下げられますから、物価を下げたら金利も下げられます。よくドイツのね、第一次世界大戦の後にドイツがインフレが何千倍になったりしてっていう風な、ああいうのをね、ものすごく国のお役人というのは恐れるんですね。とにかくインフレを抑えていくっていうのがものすごくね重要とされてますから、確かにそれはそうなんですね。お金持ちの人たちは一番恐れるのはインフレですからね。現預金をたくさん持ってる人は物の値段が上がっていくのを一番恐れますからね。で、どっちかって言ったらその国の為政者っていうのは金持ちが多いですからね。もしくはその金持ちから支援されてますからね。政治家っていうのは大体経団連とかがバックについてるわけですけど、経団連の人たちっていうのは簡単に言うと金持ちですよ。で、その金持ちはインフレを恐れるんで、もちろんね、土地をたくさん持っている金持ちなんかはインフレになってもらった方がいいみたいな話もあるんでしょうけど、基本的にはそのやっぱりキャッシュで持っている人の方が多いと思うんですね。土地をバンバン買ってもキリがないですからね。限界がありますよ、そんな土地。それに固定資産税もいっぱいかかるわけですからね。この辺でなんかちょっと山勝ちになってきましたね。これ厳密にね、
三蔵法師の通った道を完璧にトレースしてるわけではありませんので、まあ、大体で考えてくださいね。なんでインフレを恐れるんですね、中央銀行というのはね。で、大体それは政治家の意向が働いて、最終的には金持ちの意向が働いております。まあ、他にも理由があるのかもしれないです。まあ、当然そのインフレがどんどん上がっていったら年金生活者なんかは苦しいわけですよ。あの物価スライドがきちんと保証されてればいいですけど、年金というのはあんまり物価に応じて上げたり下げたりしたがらないんでですね、まあそれでですね、あの物価を下げれば金利も下げられるんですね。物価がどんどん上がっていくうちはもう需要を殺さないといけないんで、金利を上げていくしかないですね。で、物価を下げるには、あ、物価物価が下がればいいんです。とにかく物価が下がれば金利も下がって株が上がるわけです。で、物価がなんで上がっているのかっていうと、みんな物が欲しい欲しいっていう、まあ一時期はねちょっとそれもあったんですよ。コロナの真っ最中は巣ごもりでパソコンが欲しいとかタブレットが欲しいとか、そういうのがあったんですね。あ、外出しなくなったから、あの家で楽しめるものが欲しいみたいなになって、あの物が欲しい欲しいが高まったんだけど、基本的にはですね、このあの最近の物価上昇っていうのは、あの欲しい欲しいの物価上昇よりもないぞっていう、どこ探してもないぞっていう形の物価上昇なんですよ。欲しい欲しいぞっていう、そういう形でも物の値段は上がるんですけど、一方でそのどこの店探しても全くないぞとかね、プレイステーション5とかそうですよね。あの一般人が欲しい欲しいプレイステーション欲しいっていうふうにはなってないじゃないですか。だけどその極端にですね、アマゾン探してもビッグカメラ探しても全くないよっていう場合はやっぱりな、上がるんです。プレイステーション5の値段が上がるんですね。私もアマゾンに予約してますけど、梨の粒でですからね、何の連絡もないですから。だから極端に供給が細った場合は物価はやっぱり上がるんですね。で、今の現状のやつはそれなんですよ。極端にないから上がってる。で、その最たるものが原油なんです。原油とかね、天然ガスとかね、そっちなんですよ。それが極端にないもんだから上がっていく。で、当然その例えば車を作るときもね、例えば鉄を作るとき、これは鉄鉱石を燃やさないといけないですから、めちゃくちゃ重油がいるわけですよ。原油がめちゃくちゃいるわけですよね、鉄を作るとき。だから車の値段も原油の値段が反映されてるんですね。ということで、あの原油が高いってことが最大のですね、あの物価高の原因になってます。これは物価が高いことの最大の原因は原油の高さなんですね。天然ガスの高さなんです。で、この原油が高い理由は皆さんわかりますか？これわからない人はもうちょっとやばいですよ。まあ戦争ですよね。だから私は毎回それの解説をしてきたわけです。もうそれの分析を徹底的にそれをやらないと、この株やる人はね、戦争のことを考えないと絶対ダメなんですよ。そこだけ考えておいたらいいぐらいなんですね、逆に言うと。物価が高いはわけは、ね、物価が高いからそれを抑え込もうと金利を高くしてるわけです。
だからダウが安いんです。でそれを逆にたどっていくと物価が高いからです。で物価を高い理由は戦争で原油と天然ガスが要はロシアのやつを買いませんってなってるからです。つまり WTI の、 あのウエストテキサスとこれから北海ブレントっていうあのイギリスのね北海にあるやつとがドバイ、ここの要は中東とアメリカの原油を西側が取り合ってるんですね。だから高いんです。はい、今までだったらロシアから買ってたわけですね。サハリンからか持ってきたり、北極海に面しているヤマル半島っていうのがあるんですけど、ヤマル半島でロシアのですね、あのバレンツ海とかあっちの方の、ヤマル半島のところから LNG とか原油なんか持ってきたり、あそれはヨーロッパの方ですね、してたんだけど、そのヨーロッパの方がそれ買わなくなっちゃったもんだから、まあ、完璧にゼロにはしてないんだけど、天然ガスなんかは今も全然送ってるんだけど、まあ、原油とかに関し、原油とかあとね石油製品っていうね、あの原油っていうのはあの本当に取れたての原油ですから、それを今度はあのトッパーっていう蒸留機で、ナフサとかガソリン、軽油、重油とかね、いろいろなものにあの温度によって分けていく機械があるんですけど、それトッパーっていうんですけどね。で要は そうやってですね、重油、あ、じゃあ原油をいろいろな成分ごとに分けていったもので、その、例えばナフサだったらナフサだけを運ぶプロダクト船というのがあるんですけどね。まあそういう石油製品ですね。いわゆる石油製品、重油、原油だけじゃなくて石油製品なんかも含めてですね、であの西側が買わないってなってるんで、じゃあって言うんでアメリカとか中東の油がもう取り合いになってるわけです。だから高いんです。でこの構図はもうはっきり分かってるわけですよ。あ、ただこれ全然これのことをね意識してない経済学者とか多いですよ。あのにわか評論家みたいな人でこれ全然分かってない人いますよ。もう私はそういう人のことは信用してませんけどね。ということはそのロシアからの原油と天然ガスをですね、なんとかしてどっかから代替をしていく、それができれば物価は下がるわけです。できなければ物価は高いままですね。そうなんです、物価高いままなんです。だから戦争が終わったらね物事は片付くって最初はちょっと僕も早とちりして思ってた。だけどよく考えてみると戦争が終わってもですね、西側はロシアの油を買いませんよ。ああよく考えたらそうだなと思いましてね、今日ちょっといろいろシミュレーションしてて分かったんです。考えがちょっと甘かったですよ。確かにね考え甘かった。よく考えたらそうだわね。え停戦がなってもよしじゃあ今まで通り天然ガスじゃんじゃん輸入するぞってならないですよ。そらあの経済封鎖は解きますから多少は天然ガスもまたあのノルドラインも動かしますよとかね、まあ、そういう外交的なおべっかは使うかもしれないけど、だけど例えばそのまたいつ攻めてくるか分かんないでしょ。ノルドストリームなんかでまたやったらあのロシアが例えば5年10年経った時にねまた国力を回復して今度は半導体も完璧にしてもう GPS 誘導のですね、今までだったらあのどこ飛んでいくか分からないような何の変あの昔からの砲弾火薬砲弾使ってたのが西側みたいな半導体で GPS 誤差5メートル以内で落ちるようなですね
そういう優秀なですね、あのハイマースみたいなものをいっぱいロシアが反省して作ってきたら、今度はですね NATO 軍もうかうかしてられないですからね。それはだって今回の戦争でロシアは反省してますからね。あの空軍の初回のストライクパッケージがまず弱いってことをはっきりしてますから、まあ、そういうのも全部今度は修正してきますよ。ほら、だから一時的に停戦になって経済封鎖を解除します、はい、じゃあノルドストリーム1も2もフル稼働しますってやっていくと、いつまた攻めてくるか分かんないですよ。そしたらまたノルドストリームを止めますってなるんで、やっぱりねそこはもう今までみたいに信用できないです。で今まで天然ガスを100買ってたとしたら、今後はまあ60とかにせざるを得ないんですよ。いつ手のひら返してくるか分かんないからね、ロシアが。あーでもここすごい都会ですね城東区、こういうシルクロードの聖域でもものすごい都会がありますね、中に。ちょっと驚きですね、それ。ものすごい街がありますよ、こんなシルクロードの聖域に。まあ聖域って言ってもまだそんなに深くまでは来てませんけどね、まだ蘭州の近くですから。二手に分かれたらどうしよう。くっついてみよう。で、そうですね。もうこれはですね、戦争が終わったところで、やっぱりロシア産の原油はですね、輸入量はかなり減りますからね。ということはやっぱりアメリカとか中東の原油の取り合いになるわけですから、やっぱり高止まりすることが予想されますよね。だからね、割と原油の高止まりっていうのはね、長続きするんじゃないかと私は最近思うようになりました。ちょっと考え方変わりましたね。最初はね、来年の春ぐらいまでに戦争が終わるから、そこで一気にその原油の問題が解決して WTI が下がって、物価も下がって、金利が下がって、でダウが上がると、まあそういうシミュレーションをしてたんですけど、いやそうじゃないよと。これは多分そうならないよと。おそらく原油は高止まりしていくよと。それは一時期みたいな130ドルとかはならないと思うんですけど、80ドル90ドルのラインは割と長続きするから、そうすると物価が高いままになっちゃうよと。ただですね、それが何年も続くかというと、実は私はそこまで思ってなくて、3年もするとね、結構それに順応してくると思うんですね。っていうのはインドとか中国がロシアからディスカウントで買うようになるんですよ、絶対。ロシアはだって今までヨーロッパに買ってもらってたのを、買い手がいなくなるわけだから、インドや中国に振り向けるしかないんだけど、そうするとディスカウントしないといけないでしょ。で、インドや中国がロシアからの買い付け量を増やすと、当然中東とかアメリカから買い付ける分が減るじゃないですか。そうなんです。それでめでたしめでたしなんですよ。
中東の供給量が増えますからね。アメリカの供給量増えるんで、そしたら西側だけで取り合ってたよりもインドとか中国っていうライバルが一ついなくなるんで、っていうふうにですね、だんだんね、多分必要、だいたいね、油ってね、1日に1億バレル確かいるんですね。1日1億バレルいるんですよ、世界で。そしたら年間にすると365億バレルぐらいいるんです。まあ景気によっても違うでしょうけど、350から400ぐらいの350億バレル前後はいるんですね。でそれが一時的に今偏ってるから高くなってるけど、それがですね、ロシアがインドや中国とか発展途上国ですねにちょっと割安でウラル原油なんかを売っていきますからね。そうするとインドとか中国とか発展途上国が中東から買わなくなるでしょ。でその買わなくなった分でダブ付きが起きて、うまいことそこでですね、帳尻が合うんですね。ということでね、ただそれが今は逼迫してるから一時的に偏ってるわけですね。で例えばああいうね、例えば LNG 船というのがありましてね、 LNG 船というのはだいたい3年とか5年とかの長期契約で動いてるんです。途中で契約を解除することがなかなかできないわけなんですね。だけどその3年とか5年の切れ目で、今例えばですね、今まではヤマルからバレンツ海の北極海のね、ヤマルからロッテルダムまで運んでた LNG 船があるとしますよね。でそれが長期契約が終わると、今度はアメリカの東海岸からロッテルダムに運ぶためのお客さんを探せばいいんですね。まあというかそうなるんですよ。ロシアのいつ何が起こるかわからないというんで、そっちの方の LNG は運ばないと、まあ、政府の方針でもあるでしょうし、というふうに長期契約の切れ目でですね、だん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 船をですね、仕向け先をシフトしていくんですね。要は荷主を変えていくわけです。でだんだんその要は世界のロジスティクスがですね、海運業界のロジスティクスがどん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 その実態に合わせていく形になっていって、その需給ギャップがね、解消されていくと思いますよ、3年ぐらいしたら。でもう一つはね、LNG を増産しようという動きがものすごい世界的に今ありましてね、2028年ぐらいから LNG の、産出量というのはめちゃくちゃ上がっていくんですね。これはジョグメックっていう日本の独立行政法人の、石油とか地下資源を担当している政府の機関があるんですけど、そこがですね、 YouTube で需給見通しをやってましたんで、そこで私は見たんですけど、2028年ぐらいから LNG 生産量がめちゃくちゃ上がりますから、もうそれそういう部分では心配がないんですね。でましてや今後脱炭素で EV がなっていきますと、ガソリンを消費するより EV の方が多分その最終的なガソリン原油の消費量って少ないはずなんですね。でなんかだんだん坂になってきたな急になんかね、高地になってきましたね。これちょっとお釈迦さん、三蔵法師の道かはちょっとそこから外れてしまったかもしれませんけど、はい、まあでもここを通ったのかもしれませんけど、でなんでですね、3年ぐらいすればね、原油の高い原油っていうのはまあ変わっていくし、まああとは3年もすればね、もしかしたらそのロシアにクーデターが起こってプーチンが倒されるかもしれませんよね。
でそうなった時はもう普通に民主主義的な、もしかしたら政権ができたら、あ、今回は安全だねということで、またですね、ノルドストリームをフル稼働させるっていうこともまあなくはないんでね。あ、これだいぶ高いですね、ここ。ちょっとした高地になってきましたね。まあ、なんでまとめると、戦争が終わっても、例えば来年の春に戦争が終わっても、原油は高いですよ、やっぱり。それは需給の偏りが修正されてないからね。西側諸国が中東原油とかアメリカ原油を取り合いになってるから、今の状況だから高いんだけど、それが船の仕向け先とかね、いわゆる世界に LNG 船とかタンカーとか何隻あるかわからないんだけど、それの行き、スタートとゴールがですね、偏ってるから、今だから一時的にちょっと混乱が起きてるんですね。ロシアの買わないよ、じゃあどっから買うんだ、ドバイから買うしかないじゃないか、ドバイの欲しい欲しいってなって取り合いになってる、だから高いんです。つまりどういうことかというと、インドがロシアからも買ってるけど、やっぱりドバイからもかなり買ってるってことです。だから取り合いになってドバイの原油が高くなってるんですね。だって戦争そのものは景気にはあんまり関係ないですもん。そのウクライナでドンパチやったって、それ自体がアメリカの景気とか中国の景気に関係があるかって言ったら別にないですよ。戦車とか自走砲で撃ち合ってるだけですからね。そうじゃなくて、ロシアの油を買わないよっていう運動を西側がやろうとしてるから問題なの。そこなんですね。戦争をやってももうロシアの原因は、はい、今まで通りたくさん買わせていただきます、こういうことをやってれば別に石油の値段は上がりませんからね。ただそうするとロシアがめちゃくちゃ儲かるんですけど、もう原油収入がめちゃくちゃ儲かるから、それを阻止するためにやってるわけですけどね。でもおかげで原油の値段が上がって逆にロシアが儲かってるっていう、ちょっと矛盾した点もあるんですよ。今まで通り買ってた方がロシアは儲からないじゃないかっていう。ロシアを苦しめるために原油を買わないようにしたのに、逆に原油の値段が高くなってしまって、数量は落ちたかもしれないけど、それ以上に単価が上がってしまって、売り上げっていうのは単価かける数量ですからね。単価が上がって数量が下がっても儲かりますからね。むしろ数量が下がった方が原価が下がるから、単価が上がって数量が下がった方が利益は大きくなるという話もありますからね。ああ、この辺はもう完全に山になっちゃいました。おそらくお釈迦様じゃなくて、まあ、いつも間違える三蔵法師の道から外れてますね、これ多分。そっちの北の方に、ちょっと低いところを探して、
そうですね。で、まあ、要はですね、何が言いたいかというと、戦争が終わっても油の問題はそう簡単に解決しないんで、インドや中国がロシアからめっちゃ買ってもらって、中東とかアメリカから買わないようにしていただければいいんです。そしたら元通りになります。インドとか中国が中途半端にロシアから買うからダメなんですよ。だから中東の方からもください、ロシアからもちょっとくださいってなって、あんまり減ってないんですね。ドバイの需要が、ドバイ原油の需要が下がらないから取り合いになるんですよ、西側で。だから高いんでしょ。もっとロシアとインドは、あ、じゃあインドと中国はロシアから買ってください。もうあんたおたくらはどうせ仲間なんだからね、インドと中国とロシアは仲間なんだから、おたくらはおたくらで仲良くやってくださいよと。中東とかまで買いに来ないでください、迷惑ですからっていう話なんですよ。それをやっていただければ供給量、西側の供給量と需要が合いますからね。あとは船の仕向け先を変えればいいわけだけでしょう。あ、そうなんですよ。やっと分かりました。この謎が解けましたよ。インドと中国がね、ロシアからもっと買い付け量を増やしていただければいいんです。それで中東の方には来ないでください、テキサスの方には来ないでくださいってことです。で、それをね、アメリカがそういうふうにやればいいんですよ、本気でやるんだったら。まあできないかもしれないけど、インドと中国はどっちかというとロシアに加担している国はもうテキサスの原因は売りませんね。これでいいじゃないですか。だけどね、そう簡単にはならないのはね、やっぱりアメリカの石油業者もね、高い方がいいんですよ。そらだって採掘原価はそう変わらないんだから。採掘原価は変わらないのにね、1バレル掘り出す原価は変わらないわけでしょう。そしたら売り値が高い方がいいに決まってるじゃないですか。だからわざと今大儲けですよ、エクソンモービルとかシェルとか。ほんで批判が出てるんです、儲けすぎてるから。その儲けの超過利潤って言って、ある程度以上の利潤を出したものに対しては超過税率をかけるべきだっていう意見が本当にね、アメリカの議会でも出てるんです。本当にそうなんですよ。でもね、経済原理からするとね、ロシアはそれは欧州が買ってくれなくなると相当数量が落ちるわけです。単価じゃなくて数量が落ちるでしょ、当然。欧州が買ってくれなくなるんだから。ということはその数量が下がった分をどっかでやっぱり回さないといけないですね。ただやっぱりロシアは中国やインドに安売りを仕掛けるはずなんです。それだって理にかなってるでしょ。ただインドも中国もそれはラッキーですよ。ああそうかそうか、安く売ってくれるのかって話で。特にインドなんて14億人、まあ中国も14億人いて、まあそれは安く油が買えるんだったらね、こんなに越したことはないわけでしょ。つまり経済原理でね、そういうふうになっていきますよ最後は。そしたら需要と供給が局所的にアンバランスに歪んでいるってことが訂正されていって、それでまあ命出し命出しとなると思いますけどね。ただそれがちょっと時間がかかるんでしょうね。でその最適化がどれぐらいで進むかなんです。戦争が終わるか続くかはね、あんまり関係ないかもしれないです。その世界の油のポートフォリオがですね、そのポートフォリオっていうか、その油のアロケーションというかね、仕向けのその塩梅ですよね、それが適正化していくのにどれぐらいかかるのかっていう問題だということが、ちょっと今日ね考えていく中でね分かってきたんですね。
で、それを邪魔しているのはアメリカの油業者なんですよ。アメリカの油業者がそういうのをやられると困るからね。そうでしょ、自分たちは高い方がいいんだからというふうにですね、あの西側の中でも油業者がちょっと反対しているんだと思いますよ。そういう適正化が起こるのに反対していると。そしてあとはね、OPEC とかがまたそれに反対するでしょ。ロシアがインドとか中国に売ると、そしたらインドとか中国がドバイまで買いに来なくなるじゃないですか。だから買いに来なくなったら石油が余るから、そこで減産するかもしれないでしょ。そしたら元も子もなくなりますからね。だからね、これがまたややこしいわけだ。あのバイデンさんがサウジアラビア行って頭下げてるのに下げなかったでしょう、サウジアラビアね。まあその代わり今イランをね、あの石油、あの核合意を復活できればイランのその制裁を解くから石油が売れるようになるわけですね、イランが。そういう、それもちょっと今言われてますけどね。まあそれはちょっと期待したいところですけど、まあそうなったらそうなったでまた OPEC が、サウジアラビアが産油量を下げてくるんで、まあ一緒なんですけど。まあね、だからね、あの脱炭素って言いますけどね、それはね必要だと思いますね。私は原子力とか太陽光とか、まあ水素はちょっとどうか分かんないけど、少なくとも原子力と太陽光はね、あのどんどん進めていかないと。結局やっぱりね、ロシアとかサウジアラビアがまあ幅を利かせますよね。そしてあいつらが幅を利かせたらエクソンモービルとかが儲かるわけですよ。それもちょっとね問題を複雑にしてますからね。ほんでやっぱり石油の採掘業者っていうのは結構人口ブルーワーカーだから人口が多いんだよね。あのいわゆる評伝になるわけです。それあのトランプさんだったかな、どっちの、確かそれ共和党の評伝だったと思ったんですが違ったかな。テキサスは確か共和党の方が強かったですよね。まあそういうふうにね、利害関係が絡んでるんですよね。まあでもそうなると思いますけど、2年もすれば。だから2023年後半ぐらいからどっちにしろ石油価格は落ち着いていくんじゃないですか。そしたら物価も下がっていきます。そしたら金利も下がっていきますので、ダウは上がりますということになります。つまりこれは FRB が金利、政策金利を上げたら解決するっていう話じゃ全然ないんですよ、本来は。ね、需要が高くて物価が上がってるわけじゃないです、はっきり言って。供給が少ないからなんです。プレイステーション5をみんな欲しい欲しい、そんな話周りに聞きます？聞きませんよね。プレイステーション5欲しい欲しい、いやそれゲームの好きな人だけだから。そうじゃなくて、プレイステーション5の供給量が半導体不足で少ない少ないと、めちゃ少ないと、だから高くなってるんです。しかし FRB はプレイステーション5を買いたい人が多いと勘違いしてる、まあ、あるいはもうそうするしかないんで、政策金利高めてみんなのお金を、財布を締めさせて、プレイステーション5の購入希望者を減らして値を下げさせようっていうね、ちょっとあべこべなやり方なんですね。終戦まで遠いですね。
120回りありますんで、あとまあ3、40分かかりますね。まあ自分が持ってる航空株はね、いつ上がるんですかと言ったら、もう正直コロナはもう日本でもね今ピークアウトしてきましたよね。今日のあれが1万5千人ぐらいだったかな。重症者ももう36人ぐらいで、全然もうピークアウト、どんどんグラフは下がってきてます。まあ9月上旬ぐらいでもうだいぶ言わなくなるんじゃないですか。まあこういうふうにコロナはどんどん下火になっていって、で最後はね、中国がね、いまだにその水際対策をめちゃくちゃ世界で一番厳しいんで、最後まあ中国が緩めてくるあたりでコロナ終了というふうになると思うんですね。でタイなんかはインフルエンザと同じですよっていう宣言を出しましたしね、10月1日からもうインフルエンザとコロナは一緒の扱いですよということになりましたんで、まあそういう国も今後増えていくでしょうし、まあ当然その旅行者も増えていくんだけど、ただまあその物価が高いとその原油も高いから、その飛行機っていうのは廃屋燃料がいりますんでね。でまあそれが当然チケット代にサーチャージで反映するんだけど、チケット代の表面価格が上がるとやっぱりその一般消費者は二の足を踏むんでね。でまあそれがあると、だから物価下がっていくに越したことはありません。でじゃあそのいつぐらいに下がり始めるのっていうと、まあ来年の後半ぐらいだと思いますけど、いやー来年の後半からもう憂鬱な日々が続くな。またまあでもどうだろうな、コロナがもう今年いっぱいで多分ほぼほぼ肩がつくと思うんで、まあ原油が高くて多少チケット価格が高いとは言っても、まあ旅行行く人は増えるんじゃないでしょうかね。今年の年末の年末年始なんかはめちゃくちゃ人が動くんじゃないですか。さらにだって今年のお盆なんかも結構日本ですら人が動いてましたよね。だから今年の冬なんかはもうさらにですね、もう旅行客が増えると。いやーでもこう考えるとこれ飛行機で行ってもこんなんですから、これを徒歩で行ったんですからすごいですね。気が遠くなりますよこれ本当に。いや人間というのはすごいですね。これを徒歩でね、まあ馬に乗ってかもしれませんけど、これを行くんですからすごいですよ。まあお供の人はね歩いてるでしょうし、これを行くんですからね。でしかも西安から蘭州はカットしましたから、蘭州から酒泉でもですね、飛行機でこれ240ノットということは450キロぐらい出てるんですよ。
またちょっと高くなってきましたね。まあ、今日はダウがプラマイゼロぐらいで、まあ、明日製造業 ISM と明後日雇用統計があるんでね、まあ、ちょっと市場が警戒して、まあ、基本的には9月の FOMC がですね、まあ、0.75%、 75ベーシスポイントですね、それ上げるとは言われてるんですけど、でそのターミナル金利って言って最終的に FF 金利をどこまで上げるんだっていうのが 4% ぐらい必要なんじゃないかと言われ始めてるんですね。で今 2.5 なんで75上げたら、まあ、3.25 までいくんです。 3.25 までいったらあと 0.75 じゃないですか、4までいったら。ターミナルレートを 4% まで上げたら、まあ、ちょっと中立金利とは違うんですね。中立金利っていうのは物価を上げも下げもしない、まあ、景気を上げも下げもしないようなところを言うらしいんですけど、まあ、今回のターミナルレートっていうのはとりあえずその 4% なら 4% を決めといて、でちょっとそれで様子を見ましょうかっていう、その打ち止めの部分なんですね。4% でちょっと景気が悪くなりすぎたらまた下げましょう、 3.75 に下げたり 3.5 に下げたりできるわけですね。でね、9月11月12月3回あるんですよ。あとだから 0.5 ずつやっても 1.5 だから、今 2.5 だから4になるんですよね。 0.5 ずつやっても4になるんで、おそらくですね、今年中12月までに4になるんですよ、ターミナルレートで。だからそうなった時に物価がどうなってくるかなんですけど、一応その WTI がですね6月下旬ぐらいから下がってきてるんですね。で今日90ドルぐらいなんで、89とか90ドルで、まあ、結構下がってるんですけど、6月下旬から原油がちょっと下がったもんで、あ、下がったといっても高いですよ、ピークからは下がっただけで。でそれがですね7月の CPI に反映、あ、7月の CPI にすぐ反映されるかっていうとそんなすぐにはいかないんでね、ちょっとずつやっぱり卸売りが下がって小売りに回ってくるまで時間かかるんでですね、おそらく6月下旬から WTI が下がってそれが市場に反映されるのがね8月だと思うんですよ。だから8月の数字が出る9月の CPI、 9月発表の CPI は8月の数字なんで、8月の CPI が結構下がるんじゃないかと僕は見てるんですけどね。でそれが確か9月の13日かなんかに発表されるんだけど、まあもうちょっとかかるかな、6月に WTI が6月下旬に WTI が落ちたら、まあ7、8、9ぐらいで、9ぐらいでやっと効果が出てくるとしたら、10月発表のCPI、 10月の半ばに発表されるあたりから下がってくる。でそうすると9月の FOMC は上げたけど10月の CPI は9月の正味9月の CPI は下がってきたねって言って、ちょっと利下げに利上げペースが鈍るかもしれないですね。
まあそう考えたらね、年末に向けてそう悲観的になることはないかもしれないです。ただ問題は年末の一番寒い時にノルドストリームとか動かなくなると天然ガスがどうなるかってことなんです。ほんでね、つい最近の話でね、ドイツの、ガス在庫がですね、今 80% 以上あるらしいんですよ。でそしたら最初言われてたように今年の冬は危ないって言ったら結構乗り切れるんじゃないかみたいな話が出てきたらしいんですね。でそこでここ 2,3 日天然ガスがですね一気に下がったらしいんです。そのドイツの貯蔵率が高かったもんで、あ、なんだと、やればできるじゃんと思いましたね。一時期はね、配給制にするって病院とか一般住戸とかをとか そういう弱者のために最優先に回して、産業用はちょっと重点産業以外は配給制にして、要は 100% もらえないようにするみたいな話ですよね。そういうふうに最初、最悪そうなるかもしれない、そしたらドイツの GDP はちょっと今年下がるかもしれんとか言われてたんだけど、あ、結構貯蔵率多いんですねと。でね、おそらく今年の冬を乗り切ったら来年は結構対応できてると思うんですね。そのさっき言ったシムケチと船の関係が最適化されていって、要はインドとか中国がロシアから買うようになったおかげでドバイとかアメリカの石油がダブつくっていう話ですよね。まあそれに来年の冬はなると思うんで、今年の冬がまあ乗り切れるかっていうのが最大の関心事だったんだけど、ドイツの貯蔵率が 85% を目指してるっていう報道が出たんで、まあ、あ、よかったねと。あ、これもうちょっと北の方を飛んだらよかったんでしょうかね。ちょっとあえて山の方の方を来すぎちゃったね。もうちょっと北に平地があったのかもしれませんね。あっちの今北の方に見えるのはおそらくゴビ砂漠の方だと思いますね。まあそういうことですよ。だからまああと1年ぐらいすればね、物価は収まってきます。原油が最適化されて、ロジスティックスが最適化されて、来年の冬ぐらいには、原油が安くなってきます。そして物価が安くなってきます。そしたら金利が下がっていけるんでダウは上がりますと。まあ物価が安くなってくればね、あとはやっぱり平均時給なんかも下がってくると思いますよ。そしてね、まあその波及効果で、やっぱりそのお金がなくなってくるとみんな働かなきゃいけないと思ってくるから、労働参加率が増えていきますでしょ。そうすると求人倍率が下がるから、人がたくさんいるじゃんってなって平均時給も下がっていくでしょうしね。要はね、みんな今ね家に引きこもってね、労働参加率が低いんだと思いますよ。
これ実際に言われててね、コロナが始まったらみんな結構働かなくなって、要はあの補助金とか給付金で増えるようになったり、あるいはちょっと働きに行ったら平均時給が高いんで、すぐ簡単に貯金ができて、あのお金が貯まってしまったり、まあそういういろいろでですね、あんまり働かなくなってると。でちょっと働いてもあれがきついこれがつらいって言って贅沢になってすぐ仕事を辞めると。でしかも労働時間もですね、今までだったら1日8時間働いてた人はもう6時間ぐらいしか働かなくなったとか、もうそういう世界になってきてますんでね。要はそのお金があるから働かないわけですよ、もう言ってしまえば。それが平均時給が下がったりしてお金がないよってなってきたら、よし働かないといけないってどんどん家を出ていきますよね。仕事探しに邁進しますから、労働参加率が上がるわけですね。労働参加率上がると失業率下がりますからね、一般的には。いやまあということは分かりました。私の持っている米航空株はあとまあ最低1年持っとけば上がっていくよと、まあそういう結論にしておきたいと思います。あの自分を慰める意味でもね、まあそうでも思っとかないとやってられないんで。まあ、実際もうちょっと早いと思いますけど、あの戻りは早いと思いますけど、航空業界の戻りはその物価の安くなるタイミングよりももっと早いと僕は見てるんですね。まあどうでしょうね、私の希望的観測としたら今年の来年のね1月の下旬に、だいたいその10月から12月期の決算発表があるでしょ。アメリカ早いですから、10から12月の決算発表が1月のね、一番早いのは1月15日ぐらいで、あのデルタ航空がいつも早いんですけど、デルタが出てきます。そしたらすごいねと、年末そのクリスマス商戦とかの、要は年末のバケーションのですね、あのすごいものを取り込むことができたと。まあそうなってくれればいいんですけどね。ただまだ中国とかが水際対策を緩めてないでしょうからね、10月あたりでは。来年の夏ぐらいまで緩めないんじゃないですかね。まあそうするとちょっと時間かかるかな。まあ来年の1月ぐらいから徐々に持ち直していくと期待しておきます、私は。とりあえず、そしてダウ自体はまあ来年の夏ぐらいからガンガン上がり始めるよと。まあ多少リセッションはあるかもしれないけど、短期で終わります。まあだいたいそれ言われてるんでね、短期で終わるって言われてるんで、そんなに深いリセッションは来ないって言われてるんで。というのはね、なんでかというと、自動車とかは未だにね、ペントアップが満たされなくて、納期が2年先、3年先になってるでしょ。で割とそういうね、自動車とかが下支えしてくれると思います。リセッションが来たといっても、ね、テレビとかは売れなくなるかもしれないけど、自動車が下支えしてくれるんで、全体的に爆下げすることはないと思います。なんで自動車がね、いまだに納期が遅いかというとね、あの自動車の半導体というのはスマホの半導体とかとは全然違ってですね、もっとローテクなんですね。あのパワー半導体とかっていう、要はその僕もよくわからないけど、
割と 大電流を扱う半導体というのがあるらしいんですね。それとか、まあ、その中で車載部品に使う CPU とかは割とそのロースペックなものでいいんだと。そんなめちゃくちゃスマホみたいに高性能のやつはいらないんだけど、だけどそれはその数がそんなに出ないから、スマホとかテレビに比べて自動車の生産台数って年間1億台もないですからね、9000万台ぐらいしかないから、あのテレビとかパソコンとかスマホに比べたら全然少ないんですよね。だから TSMC とかもその車の CPU とかちょっと後回しになるんですよね。単価も安いし、で後回しになるから、その生産ラインがいまいちないから、なかなかそのそっちに数が十分回らない。で一方 Apple とかのスマホ用はもういいお客さんなんで結構高い値段で買ってくれるんですよね。だから TSMC とかももうそっち優先で作ってるから、どうしても車は後回しになってるから、いまだにですね数が足りないと。もうすぐ酒泉、酒の泉と書いてですね酒泉ですね。で酒泉を超えるとね、敦煌っていうのは割とおそらく200海里あるかないか、150海里ぐらいで着くんじゃないかな。敦煌っていうのが漢とか五漢の時代もそうですけど、今もそうですけど、まあ、中国のドン付きなんですよね。今で言った甘粛省のドン付きが敦煌なんで、で敦煌の先に行くと今度はあれですよね、ウイグル、新疆ウイグル自治区ですよね。まあ一応中国の領土ですけど、純粋な中国ではないっていう。ロシアにもそういうのがありましてね、あのサハ共和国とかそうだと思うんですけど、あのいわゆるスラブ人じゃない他の民族が自治権を持っている共和国っていうのがあるんですよ。ロシアっていうのはね、 州もあるけど共和国っていうのがあって、共和国っていうのは大体あのロシアの場合はあの民族、多民族ですよね。スラブ人じゃない人たちです。確かサハ族っていうのはそうだ、サハ共和国とかですね、あのいろいろあるんですよ。13個ぐらいだったか共和国があって、まあ、ロシアでいう共和国ですよね。その新疆ウイグル、中国の新疆ウイグル自治区っていうのはね、まあ、ユーラシア大陸っていうのはね、それぐらい一癖あるんですよね、やっぱり。まあいろいろな民族が住んで、あのスラブ人と漢民族だけじゃないんですね。ものすごいたくさんあるわけです。トルコ人とかモンゴル人とか、はい、まあ、そういうものをその力で押さえつけてきた歴史があるわけですよ。漢民族がウイグル人って、まあ、トルコ人ですけどね、それをとかチベット人とかを押さえつけて、まあ、割とこう搾取してきたわけですね。でロシアもロシアであの多民族の人を例えば戦争なんかも前線に駆り出したりしてですね、まあ、アメリカとかも人のこと言えませんけどね、あのインディアンとかを従属させ、あの討伐してやってきたわけですからね、まあ、大体どこも似たようなもんなんですよね。まあ、日本もそういうのはあるかもしれないですね。沖縄とかアイヌとかね、まあ、ああいうちょっとまあ多民族に近いような人たちをまあ、割とそのやっぱり支配下に置いてきたっていうのはありますからね。まあその支配下に置いていた方がその国自体はね静かに安定するっていうのもあって、あのゴルバチョフさんが最近亡くなられたっていうんで、あの人がその改革開放であの
誰もが意見を言えるようにしたところ、少数民族とかめちゃくちゃ声高に叫び始めて、それでソ連が収拾がつかなくなって崩壊したっていう説があるんですよ。それなんかまさにですね、自由を与えれば与えるほど国がやっぱり動乱になるんですよね。秩序はやっぱり支配していた方があったり良かったりするんで、まあ支配されてる方は不満がたまりますけどね、うん、はい。じゃあ本当にこんなとこをね、三蔵法師が歩いたのかっていうのは、もしかしたらちょっとあっちの方にまた別の道があったのかもしれませんけど、まあ多分そんなに狂ってはいないと思います。まあこの辺まで来たら本当にもう平地ですね。まああっちゴビ砂漠で、北の方はゴビですけど、まあこのままずっと行って敦煌まで行ったら、まっすぐ行ったらタクラマカン砂漠で、北に行ったら天山山脈で、もっと北に行ったら今度はアルタイ山脈っていうトルコ人のたちの故郷がありますけどね。まあ、アルタイというのはもうモンゴル高原のドンツキぐらいですから、だからモンゴル人もトルコ人もですね、まあそんな変わらないんじゃないかと思ったりしますけどね。大体エリアが一緒ですからね。だからモンゴルもトルコもね、中肉中背でがっしりしてるでしょ。大体日本の相撲の力士なんかはね、モンゴル人が多いですけど、大体ね、トルコ系とかモンゴル系の人っていうのはがっしりしてるんですよね。いやー、雄大な風景でしたね。ね、これです。はい、ご視聴ありがとうございました。もう1時間半。